今回のルームツアーは敷地面積48坪、延べ床面積31坪、グレーインテリアがおしゃれ、土間リビングで音楽を楽しむ暮らし、ご夫婦とお子さん2人の4人家族が暮らすお家です。早速外観からご紹介していきます。外観の仕様はこちら、くすみグリーンの外壁、大きさの違う2つの正方形の窓、水平な日差し、この3つが外観デザインのポイント。奥様チョイスの個性的カラーの外壁はグリーンに見えたりグレーに見えたり、光の当たり方でいろんな表情を見せてくれます。窓枠と玄関扉はホワイトで、門柱と日差しはシルバーで統一。アプローチの土間は玄関左側から奥のリビングまで続いています。後ほどリビング側からご案内します。それでは中に入っていきます。扉を開けて右側は玄関ホール、左側はリビング空間へとつながっています。正面の壁は土間と同じモルタル仕上げ、シンプルでインダストリアルな空間を演出してくれます。ホール側には 1.25 畳の玄関収納を確保、靴はもちろんアウトドアグッズをしまっておくのにも便利です。ホール側から玄関を見るとこんな感じ、玄関上は吹き抜けになっています。大きな窓から光がたっぷり入ります。玄関入って左側にも視線が抜ける吹き抜けに大きな窓が、この吹き抜けと大きな2つの窓のおかげで日中はとっても明るいです。リビング側から玄関に向かうと、ここにも収納が。こちらの収納には上だけ固定棚をつけて Wi-Fi のルーターがしまっておけるリビング収納として活用できるようになっています。続いてはリビング、 LDK 全体が23畳、そのうちの7畳が土間のリビングスペースです。はい、ここで土間リビングについてよくいただく質問、土間リビングって寒くないの？この質問を実際に土間リビングのあるお家で暮らしているお施主様に聞いてみました。その回答がこちら、グレーの無機質な雰囲気が魅力のモルタル床、検討されている方はぜひ参考にしてみてくださいね。そしてリビングの一番のポイントがこの大迫力の造作レコードラック、レコードのサイズに合わせて設計されたラックにご主人のコレクションをずらりとディスプレイしています。ソファー側の壁は玄関と同じモルタル仕上げ、玄関とリビングを収納で仕切ってその周りをぐるりとモルタルで仕上げました。リビングにある大きな掃き出し窓、玄関のアプローチがここまでつながっています。外との空間のつながりを演出しつつ洗濯物を干すスペースとしても活躍してくれます。続いてはダイニングキッチン、アイランドタイプのキッチンに横並びにダイニングテーブルを配置した配膳や片付けの動線が良いレイアウト。キッチンはグラフテクト、カラーはベトングレー。ダイニングテーブルとキッチンの段差にはコンセントを配置しています。ホットプレートの使用や携帯の充電に便利。キッチンの壁もモルタル仕上げをチョイス。
ベトングレーの柄とも相性ぴったりです。バッグセットもキッチンと同じ仕様で合わせました。奥行きは650。レンジを置いてもかなり余裕があります。食洗機は海外製ボッシュの45センチタイプ。キッチンからは玄関ホール、階段、LDK 全体が見渡せます。冷蔵庫スペース横には 0.75 畳の収納を確保。パントリーと水回りストック収納の2役をこなしてくれています。収納の上、格子の中にはエアコンが隠れています。エアコンがないだけでかなり生活感を減らせます。この格子はマグネットで取り外し可能なので、お掃除の際も問題なし。続いては水回り。まずは洗面脱衣室。洗面化粧台はモールテックスで装作。1階で唯一お家の正面側にある窓、外観で見た正方形の窓の小さい方です。この窓のおかげで照明を消してもしっかり明るいです。続いてはトイレ。グレージュカラーで柔らかい雰囲気にまとめています。トイレは TOTO の NJ2 タンクレスのすっきりしたフォルムです。トイレは1畳の広さにすることが多いですが、こちらのお家では 0.25 畳分広くして造作の手洗いカウンターを設置。収納も兼ねた木のカウンターとグレートーンのコーディネートがとってもマッチしています。それでは2階に上がっていきます。2階ホールはゆったり6畳。こちらには腰掛けられる出窓タイプのヌックがあります。ホールもお部屋のようにくつろげる空間として演出されています。天井部分にはトップライトも。2つあるうちの1つは実際に開閉も可能で、撮影でお邪魔させていただいた時も、この涼しい風は一体どこからと思っていたらトップライトが開いてました。さらに吹き抜けからは玄関とリビングが見下ろせます。ヌックとトップライトに加えて吹き抜け上部の窓のおかげで、2階ホールはたっぷり光が入り明るい空間となっています。こんなに明るくて日当たりが良いので、洗濯物が干せるよう室内干し用のピットを設置しました。たくさん干せてよく乾きそうです。そんな2階ホールの隣には3畳のフリースペースも確保。使用用途に合わせて照明をつけられるようダクトレールを取り付け、カウンターくらいの高さにコンセントを配置しました。スタディスペースとして使ったり、収納ボックスを置いたり、ディスプレイスペースにしたり、使い方は無限大なので暮らしに合わせて変化させていくのも楽しそうです。続いては2つの子供部屋。1つ目は濃いめのブルーのお部屋。広さは 4.5 畳。もう一つは白色の5畳のお部屋。そして主寝室へはウォークインクローゼットを通ります。3.5 畳のたっぷりクローゼットは
外壁のカラーに似たくすみグリーンの壁紙を使用しています。奥へ進んだ先にあるのがベッドルームです。ウォークインクロゼットと同じ壁紙で統一しています。枕元には調光可能な照明のスイッチと携帯充電用のコンセントもしっかり配置。広さは4畳と控えめですが、こちらは本当に寝るためだけの部屋として使い、 LDK や2階ホールでゆったりくつろぐイメージです。さてさて、こちらのお家のおしゃれな LDK、 実はもう一つ顔があるんです。それがこちら。日が落ちて暗くなった後、天井に取り付けたフックにミラーボールを取り付ければ雰囲気が一変、まるでディスコのような空間に。大好きな音楽が流れるリラックス空間で、家族だけの特別な空間が作れちゃいます。はい、これで全てのお部屋のご案内が終わりました。今回のお家はいかがでしたか？こんなお家をもっと見たい、ここもっと詳しく教えてほしいなどなど、リクエストや質問もコメントで教えてもらえると嬉しいです。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。